んにちは、高崎隆之です。今日は1月17日、開幕戦です。今日は試合は、出場しないので、今からジムに行って筋トレしたいと思います。なんか試合の日はなんか全員一緒に行くみたいで、練習がないので体を動かさないとなまってしまうので、ジムに行きたいと思います。試合の当日朝起きて、みんなで散歩して、朝ごはんを食べて、ちょっと時間を置いた後に、ミーティングして、お昼ごはん食べて、今からまた4時ぐらいまで、3時間ぐらいか時間があるので、その間に筋トレしたいと思います。残念ですね。せっかく開幕戦出たかったですけど、しょうがないです。なんか去年は台湾 FC の観客動員数が一番少なかったみたいなんですけど、今年はなんとチケットが売り切れみたいで、はい、なんかすごい盛り上がってます。なので、楽しみですね。とりあえず筋トレしていきます。それ終わりました。疲れたっす。いや、出たかったっすね。今日開幕戦、ホーム開幕戦ってやっぱ盛り上がりますからね。選手みんな出たいと思うんで、でもリーグは続いていくんで、自分が出た試合しっかり結果残せるように日々準備っすね。準備を怠らず、自分が出た時のチャンスをものにできるように頑張っていきたいと思います。それではまたスタジアムで。1-0で勝つことができました。ホーム開幕戦、勝利しました。次はアレーナのでしっかり準備して、行きたいと思います。応援よろしくお願いします。試合が終わりました。これから、みんなの着替えを待って一緒にバスで帰りたいと思います。試合はだいぶ押されてたんですけど、1-0で、なんとか勝ってたんで良かったです。また次に向けていい準備したいと思います。